自己ベストを出してから半年以上が経っています。ここ半年は電子制御のロマンを求めてマシンを作っていましたが、今回は速さを求めてマシンを作ります。軽さは速さなので、コンセプトは軽量です。軽量化は苦手なので今回で学びます。それではアイデア出しをしましょう。この安定した走行をした変調芯シャーシをベースとして作ります。このシャーシは LC でマシンがこのように回転してしまう対策として、 LC の壁を床と捉えて重心を寄せれば実質低重心となり安定性が向上すると考えて作ったマシンです。モデリングをします。最小構成なシャーシを作りました。強度が全然足りないです。バッテリーを構造体として使うのも考えましたが、なんか微妙です。そこで過去に作ったワイドブレーキシャーシを参考にしました。駆動部に 3D プリント部品を使って、他はカーボンステイで組む方法です。これなら軽くて強そうなマシンになりそうですよね。シャーシ第1号です。これで駆動やサイズのチェックをします。今回は印刷精度にも気を使っています。普段はこの向きで印刷をしますが、これだと積層で円を再現するため、モーターの円が綺麗に出ないです。縦型に置いて印刷することで、円を XY テーブルで作れるようにしています。車軸の円はどうしても積層で作ることになります。積層ピッチを 0.2 ミリから 0.1 ミリにします。これで改善されます。普段の印刷と比べると印刷時間が爆増しますが、印刷部品は最小構成なのでマシにはなっています。さらにフィラメントヒーターも導入して、湿気による印刷品質低下を防ぎます。駆動周りを修正しました。サイド指定の位置を低くしました。リア指定のマウントを囲むようにしました。リアスキットローラーの代わりにリアを延長しました。モーターマウントを軽量化しました。強度に余裕があったのでサイドにも穴を開けました。シャーシができました。駆動と軽量を特に意識して改良を重ねました。全体的に肉抜きをして重量を軽くしています。というのも制作中にこんなツイートをしたので、目標が 15Y切りです。勢いと切りの良さで決めてしまいました。重量チェック、軽量化なし 4g、 軽量化あり 3g、 1g も軽くなりました。別パーツも作っていきます。ホイールも自作しました。ラ精度が微妙です。市販の小径ホイールを使います。ドリルで回しながらマスキングテクに沿って刃を当てます。ホイールをカットして軽量化します。反対側も同様です。マスキングを剥がします。ペリペリできました。転がりもいい感じです。思ったよりも切りやすかったです。どれだけ軽くなったでしょうか。加工前 1.2g、 加工後 0.5g、 半分以上軽くなるのか。グッドです。タイヤはシリコンチューブにしました。高いグリップ力でパワーを地面に伝えます。外径は 19.4mm。 このサイズを探すの苦労しました。フロントホイールに 19mm ローラーをつけるのでぴったりです。次はバッテリーを選びます。いつものバッテリー 8.2g、 今回採用したバッテリー 3.7g。 軽量な代わりにややパワーは控えめです。ローラーパッツも作りました。組み立てると15度のスラスト角がついたシリコンローラーになります。これが今回の LC 対策になります。マシンが壁を越えそうな時に、このローラーが壁に当たってマシンが下に押さえつけられることで吹っ飛びを抑制します。すべてのパッツが揃ったので、重量チェック、ギリギリ 15Y切りです。グッドです。すべてのパッツが揃ったので組み立てます。モーターを搭載します。 NSK フランジベアリングを挿入します。穴を開けるだけで装着できるのでかなり便利です。シャフトを差し込みます。クラウンギアを取り付けます。ホイールを差し込みます。グリス塗り塗り、リアカーボンプレートを差し込みます。サイドカーボンプレートを差し込みます。プレートジョイントを取り付けます。フロントカーボンプレートを差し込みます。フロントローラーホイールを取り付けます。リアローラー台を取り付けます。グリス塗り塗り、シリコンローラーを取り付けます。リアローラーを取り付けます。固定します。バッテリーを取り付けます。フロントスラストチップを取り付けます。フロントローラーを取り付けます。固定します。カーボンプレートを接着する前に重量チェックをします。まあ事前に測っているので、だ 35g なんですけど、置き方が悪かったのかしら。気を取り直して、ちょっと増えた。ミスった。これが事前に測ったやつ。組み立て後に見ると色々と足りないですね。頭からネジが抜けていました。これで 5g 増ですか。マジでこういうミス多いですよね。なんとかします。まずはこちらのカーボンプレートを軽量化します。1枚 1.6g の3枚で 4.8g です。カーボンプレートを CNC に固定します。中をくり抜きます。切削しました。土台再利用のために高さをギリギリで削ったので、削り残しとバリが残っています。デザインナイフでそれらを取り除きます。いい感じになりました。初めて CNC でカーボンを加工しましたが、グッドです。2本目も同様に抜きます。満身しました。再度木の板を適当なサイズに切り出します。切れました。元の断面に金属棒を当ててカーボンプレートを平行にします。完成したのでグルーガンでしっかり固定します。ガチガチです。カーボンプレートが CNC の横移動と平行に固定できているかを確認します。切削スタートです。台からカーボンプレートを剥がします。ブルーやらバリやらで汚いのでゴリゴリと削り落とします。
重量チェック。3枚で 3g、 1.8g 軽くなりました。次はシャーシに手を入れます。重さは 3.0g です。このシャーシには重さ以外の問題点があります。ローラーステーに力が加わると車軸が歪んで抵抗になります。こちらが新シャーシです。車軸とステーの間の剛性を抜いてここで曲がるようにしました。根元まで曲げる力が到達しにくくします。車軸の根元にカーボンプレートを取り付けられるようにしました。カーボンプレートで剛性を確保するので、こちらは肉抜きしています。重量チェック。2.9g、 肉抜きとカーボンプレートでトントンです。駆動は良くなりますが、軽量化ができていないです。ご供用のカーボンプレートも削りました。あんま変わらん。注文していたネジがようやく届きました。重量比較。いつものステンレス皿ネジ 0.3g、 軽量ネジ、軽くなりました。ナイロンにしちゃったので柔らかいです。何してんだこいつ。短いネジには置き換え可能です。ローラーモジュールができました。カーボンプレートの軽量化、ネジの軽量化、ローラーの調整で軽くなっています。全てのパーツが揃ったので組み立てます。モーターを搭載します。 NSK フランジベアリングを挿入します。シャフトを差し込みます。クラウンギアを取り付けます。ホイールを差し込みます。グリス塗り塗り、リアローラーモジュールを取り付けます。サイドとフロントローラーモジュールを組みます。そして取り付けます。ローラープレートの位置を調整します。接着剤と硬化剤を混ぜます。接着剤をつけていきます。接着剤も重さなので少量にします。補強プレート部にも接着剤を塗ります。補強プレートを取り付けます。固まるまで待ちます。固まりました。バッテリーを取り付けます。テープで固定します。ローラーを取り付けます。固定します。できました。超軽量長編長身シャーシ、マシン名は UEL トライカーです。軽さを求めシンプルになったフォルムがクールです。それでは気になる重量チェックです。 15Y 切りが目標です。14.7Y。 よし、なんとか目標を達成できました。重心チェック。雰囲気ここら辺。 LC での挙動に期待できます。駆動チェック。にわから生とは思えない駆動音の小ささです。駆動を出すのも苦手なので、そこも改善できました。スルスルグッドです。経年速度チェック。 2.22 秒。なんか遅いです。スピードが乗るとカーブで左側のタイヤが浮いて、下段のシリコンローラーが当たることで減速していますね。とりあえずこの LC 対策ローラーを抜きました。スピード乗ると飛んでいきました。リアが折れました。コースに傷がつくのでヤスリで丸めておきます。丸まりました。コースアウト対策としてスラスト角を大きくして2段アルミローラーに変更しました。 LC 対策ローラーを抜いているので依然として軽いです。お、1.87 秒。軽量なので低出力バッテリーでも結構早いです。 JCJC に行く前にコースの問題を解消します。これまで投げスタートをせずに置きスタートをしていた影響で、スタート付近の床が溶けてデコボコになっています。マシンが浮くことで減速と吹っ飛びの原因になります。なので平面速度チェックに使っているストレートセクションと交換します。それと軽く押してスタートさせます。お、ドーン。最一のカーブで吹っ飛びました。まだカーブが問題になるのか。先ほどの吹っ飛びでシャーシの一部が折れました。シャーシの交換が容易でないので接着剤で補修します。ついでに折れそうな箇所を補強しておきます。しっかり固まりました。ローラーセッティングを変更しました。お、LC で吹っ飛びました。スロー、壁に食いつくことなくスッと抜けていきました。 LC 対策用のローラーを取り付けました。どうでしょうか。まずはスピードに乗らない状態で確かめ。ダメです。スロー、右側が浮き上がっています。これは悪くはないです。通常の姿勢では壁を越えないと下段ローラーが効きません。右側が浮くと壁を越える前から下段ローラーが効きます。つまり下に押さえつける時間が伸びます。ローラーセッティングを変えました。シンプルな Z ローラーもどきです。軽くもなりました。どうでしょうか。ドーン。右のローラーが当たる前に壁を乗り越えています。左のスラスト角を広げて押さえつけを強くしました。どうでしょうか。変わってなくないですか。あれ、ここまで変わらないものなのか。加速区間短く、右側浮きすぎなんですけど。さすがにスラスト広めすぎました。それと変調新シャーシの考えでいくと、右の壁に当たった時に姿勢変化がしにくいですが、左の壁に当たった時の姿勢変化はしやすくなっていると考えられます。つまり左の壁に当たる時は調射高が高いイメージです。さらに無理な軽量化による致命的な問題を見つけました。スラスト角を変えても押さえつけが変わらなかった原因です。左の壁に当たった時のフロントローラーステーをよく見ると、フロントローラーステーだけが下へしなっています。つまりマシンが押さえつけられていないです。ゆっくり見るとこんな感じです。左のローラーだけが下がっています。軽量化のために剛性を抜きまくったのでふにゃふにゃです。ステーの中を抜いたのが影響していますね。カーボンなので油断しました。少し触れただけでもビンビンと触れてしまいます。左のスラスト角を浅くしました。がダメでした。どうしても右の壁を越えてしまい押さえつけができないです。そして今のでまた折れました。このシャーシ構成でどうにかするのは難しいので回収しました。フロントにモーターを持ってきました。ステーがモーターマウントにしっかり固定されているので硬くなりました。うまくいってくれ。
論外なんですけど、せめて LC の挙動だけでも見て、計測地点を通過したのでタイマースタートです。スポンジに当たっちゃった。部屋の壁にも当たっているので記録にはならんですね。逆走安定しています。コースにとどまる執念を感じる走りです。27.37秒、執念の走りを見せてくれました。見習いたいものです。今回は速さを求めて軽量な変調新シャーシを作ってみました。目標の 15Y 切りはできましたが、走行性能がひどい出来でした。根拠もない適当な目標を宣言したのは愚かでしたね。その代わりに軽量化と強度の重要性については学べました。中抜きしたカーボンステイがそこまでねじれるとは。それと私はいつもモーターを壊しまくりますが、今回はこんな無理な長時間の走行をさせても壊れませんでした。軽量化とグッドな駆動でモーターの負荷が低くなったのだと考えられます。モーターを接着して交換負荷だったので良かったですね。そうそう、全体の固定方法を接着にしたのも良かったです。ネジとナットが重いので軽量化には効果的面でした。強度も十二分で、何度吹っ飛んでも固定部は壊れなかったです。ネジ穴不要なのでモデリングの自由度も増します。ただし最後のシャーシ作り直しの際はパーツの移植が大変でした。対策として多少重くなりますがグルーガンもありです。効果が早くパーツからも除去しやすいです。最後のシャーシはグルーガン固定でしたが強度も十分でした。検証中に新たな LC 攻略を考えたので次はそれを試します。ということで、それではまた。のし。